さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは元気です。さてミシェルさんは日本全国つつうらうら行かれてると思うんですが、はい、何でしょう。愛媛県は行かれたことありますか。愛媛県四国のこの辺、はい、そうですそうです。ざっくりしてましたね。愛媛県いいとこですよね、うんうん、暖かくて、みかんがあって、それあと言えなくなってごめんなさい。道後温泉なんかも、あ、温泉もありましてね、いいところですよね。全然寄って誰もそこに誘ってくれないですね、うん、すぐ帰ってきなさいって言われますからねとんぼ返りしなければいけない。今回はですね、まずご紹介するのは、はい、その愛媛県で中古住宅の施工販売から中古リノベーションなど不動産業を行っていますこちらの企業様です。人口はおよそ137万人、豊かな自然に囲まれ日本最古の温泉道後温泉の地としても知られる愛媛県。四国地方の一役も担うその存在だが、現状にある大きな問題を抱えていた。それが全国でもワースト2位の記録を持つ空き家問題だ。県内の空き家はおよそ123万戸、空き家率は 17.5%、 そしてその数は年々増え続け、もはや一刻を争う事態となっている。そんな愛媛で信頼と実績、そして誰もが満足する家づくりを築いた男がここにいる。株式会社アットハウジング専務取締役伊藤元博。創業37年、地元愛媛を中心に新築住宅から中古リノベーションまでおよそ3700棟の生活空間を手掛けてきたアットハウジングは、社会に必要とされる本物の住まいの形を最高のサービスとクオリティで実現し続けている。今回は夢を形にし続ける伊藤元博をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。開業はいつになるんですか。はい、37年前の創業となります。37年前にどちらで。はい、愛媛県の松山市で始めまして、はい、いいところですよね。37年前どういうタイミングで、はい、あったんですね。そうですね、あの、うん、社長がですね、あのリフォームの会社を始めまして、もともとは小さな会社やったんですが、まあ、今はあの愛媛と徳島、高知、広島と、はい、出店しております。広島も飛び越えて広島まで行かれたんですね、はい、なるほどなるほど。あの中古住宅のリノベーションなんかもされてるんですよね。はい、あの本格的に始めまして、まあ、あの愛媛県が日本で一番ですね、空き家があの多い、あ、2番目に多いらしいので。そうですか、はい、まあ、これを利用しないではないなということで、はいはい、中古住宅とか中古マンションを仕入れまして、まあ、あのリノベーションして販売しております。はい、今そういう時代にらしいですよね、空き家のね、はい、もう日本全国がそうだっていう、はい、はあ、もったいないですもんね、はい、伊藤さんはもともとはどういうふうにお仕事されてたんですか。もともとはですね、あの新築の営業マンとして入社しました、はい、それはどういう会社だったんでしょう。これはあのフランチャイズでですね、はい、あの日本全国展開しているフランチャイズに当社が加盟しておりましたので、はい、そこで住宅を販売する営業として採用されました。はい、あ、そうなんですか。そこでキャリアを積まれて独立されることになるわけですよね。はい、あ、そうですね、会社として、まあ、あのそのフランチャイズから独立して、はい、オリジナルの商品を作りたいと、いうことで、まあ、フランチャイズってどうしてもですね、日本中同じ商品を販売しないといけなくなりますので、はい、そうですよね、我々は触って聞いてたから今どうなのかなと思って、はいはい、まあ、私どもとして、はい、あのこだわりのある住宅を、作って今販売しております。あ、今じゃあ気持ちよく自分のやりたいことでやっとみたいな。はい、そのオリジナルの商品を教えていただけますか。うん、はい、まずですね、あのもみの木っていう珍しい木材を、使いました自然素材にこだわった、はい、住宅ですね。はい、
もみの木はジングルベルと美味しいですね。そうですね。そうクリスマスのね。そうですね、まさに、はいはい。それはやっぱり特別な意味があるんですね。もうそうなんですよ。はい。はい、非常に住宅の空気環境をきれいにしてくれるので、あ、そうなんですか。はい。ですので、まあ、今アレルギーの方が、ね、すごく多いですけれども、はい、まあ、非常にそういう健康を気にされているお客様には喜んでいただいております、うん、はい、じゃあ自然な空気清浄機みたいな感じになるので、はい、ね、はい、わあ、なんだかあったかい感じもしますよね。そうですね、うん、はい、壁もですね、自然素材を使った塗り壁でやってますので、うん、まあ、家全体がですね、自然素材に包まれたような形ですね。そういうのは以前からそういう構想があったわけですか。あ、そうですね、はい、本当だったら自分だったらこういうふうにみたいな形で、はいはい、もう一つですね、実は、特に売れてる商品がございまして、はい、出た、はい、そちらがですね、ローコスト住宅なんですけれども、本当に、まあ、例えばシングルマザーの方でもですね、買えるというような、はい、住宅になっております。成り立つって言い方おかしい、それでできるのかなっていう、やっぱりそこはいろいろな、なんていうのかな、組織立てがあって、コストを下げられるんでしょうね。そうです、はい、そういうことですよね。そうなんです。質を落とさずに、まあ、コストも、はいはい、下げて、はい、非常に満足いただいております。そうですか、はい、それはだって一人で買えたりね、安く買えたりすれば、フランチャイズ展開のその会社では、四国トップの成績を収めたとお伺いしております。はい、おかげさまで、はい、四国では今累計でですね、3700棟以上建てておりますので、まあ、大手メーカーを除いた四国の住宅会社としては、おそらく今もトップの棟数じゃないかなとは、こちらに先ほど見させていただいたね、はい、これそうですよね、はい、第1位っていう実績を残せたそのポイントってご自身ではどんなところにあったかなってお感じですか。そうですね、その当時もやはり、まあ、アフターメンテナンスとかに力を入れて、また社員教育にも力を入れて、はい、来た結果だと思います。はい、地元愛媛を中心に徳島、高知、さらには広島へと様々なエリアで店舗を構えるまでに成長したアットハウジング。その実績の裏には伊藤自身が抱くある思いが強く関係していた。実は2年ちょっと前にですね、会社の企業理念をやり替えまして、はあ、まあ、それまではですね、他の会社さん同様に、まあ、お客様の満足度を上げようということでやってまいりましたけれども、うん、まあ、それよりまずですね、社員の満足度を上げることが大切かなということで、うん、社員の満足度を上げるっていうものを正式に企業理念に歌うようにしました。なるほど、その心はやっぱり、まあ、やっぱり人を幸せにするには自分が幸せな人じゃないと、まあ、できないのかなっていうことで、本当に社員の満足度を上げることにこの2年間は一生懸命、はい、やってきました。はい、ね、うん、具体的にどういうことを取り入れたんでしょう。そうですね、まあ社員同士がコミュニケーションができるような、まあ、勉強会を取り入れたり、まあ、社員旅行も復活しまして、はい、どちらに行かれたんですか。はい、一昨年が、沖縄で、去年はハワイに行きました。わ、いいですね、はい、これはね、誰もが行きたいところに ね、 ね、なるほどな。やっぱりその2年で違いって感じられます、うん、そうですね、やはりまあ、すごい社員がですね、うん、お客様のことを考えてこう自分からいろいろ工夫していかにこう喜んでいただくかっていうことを真剣に考えれるようになってきたと思います。企業の使命感とかって載ってるもん、お客様の夢を実現させる企業であること、うん、これね、はい、社員の夢を実現させる企業であることもそうだし、あ、いっぱい乗られてる乗られてる。ここで実際にアットハウジングで働く社員の声も聞かせてもらうことに。今まで自分が働いてきた中で、やっぱり働いていく中でだんだん社員満足度っていうのが上がってきました。で、まあ、その中で、まあ、それがあったから
その自分もお客様のためにもっとこうしたいなっていう風な気持ちが芽生えて、今そのお客様満足度自体も上がってるんじゃないかなっていう風に思っています。年が近い先輩がいたりだとか、店舗が違うとなかなか同期に会うことも難しいと思うんですけど、会社で月に1回会議があって、同期とも月に1回毎月会えるので、そこで一緒に話をして、同じようなこと悩んでたりだとか、楽しい話もしてやる気を維持できたり、向上心もそれで上がったりするので、そういう機会を会社が作ってくれてるのがすごく仕事のやる気上がってるなと思います。社員がお客様に対して本当に熱意を持ってですね、対応できるようになりましたので、お引き渡しセレモニーっていうのを、最後にやるんですけれども、その時に本当に感動していただいて、涙されるようなケースもたくさん出てきましたので、それがすごくありがたいですね。お引き渡しの時に、はい、地元を愛し、お客様を愛し、社員そして仲間を愛した家づくりで夢を実現し続けてきた伊藤元博。そんな男が見据える今後の展望とは。100年企業を目指す上でですね、先ほど の中古ももちろんね、これからは需要が増えていくのでそうなんですけれども、介護の方の事業にも進出しまして、介護、はい、デイサービスなんですけれども、はい、非常に順調に滑り出しましたので、2店舗目を次出していこうかなと。介護の方をやられてるんですか、はい、そういう家じゃなくて、はい、もう介護事業、介護事業ですね。あ、そうですか、はい、あらららら、はい、あ、なるほどね。滑り出し好調で。そうなんですよ、はい、その地域にも、はい、地域にあってよかったっていう、そうです、いうふうに言われる、はい、あ、なるほどなるほど、はい、今驚いた、違う話になったから、どこが家じゃないのかと思ったけど、そうです、はい、あ、なるほど、よく分かりました。わかりました。では、伊藤専務の格言を最後になりますが、教えていただけますか。はい、三方よしっていうのを今回出させていただいたんですけれども、売り手よし、買い手よし、世間よしっていう、これは私どもの会社の理念に非常に似てるので、はい、今回出させていただきました。ありがとうございます。いつまでもね、お客様に優しい企業でやってほしいですね。今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。